え？瓶に入れるとか。うわ、入った。空き瓶万能すぎん、この世界の。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで。あ、そうそう、なんか、砦かなんかに来たんやったよね。いや、なんか、砦がどうのこうのって言ったんやけどさ、結局その砦がどれなんかがいまいちよくわからんねやけど。どれなん？あ、あれか。え、あれ？あれ？あの、なんか、ん？あれは、登れんかったやつか。え？何あれ？敵？なんかすごいキモいんやけど、動き。これどうやって、ええー、待って、あ、え、上がらせて、あー、あれは上がれんかったやつやな。え、待って、チンあれチンクるよね。やばいやん、カモメにつつかれて終わるんやねん、あれ。え、マジでさ、どこなん？砦がどうのこうのって言ったん、あの辺やったよね。え、なんかさ、あのカモメが飛び寄るあたりじゃなかった？あれあれ、あれが飛び寄るあたりで、なんか水中からスッて出てきて、砦がどうのこうのみたいな言ったよね。あ、なんか、来たよ。何？なんもないの？今、スッて現れたやん。なんですか？なんでもないの？なんでもないのに出てくるとかある？ん？あそこになんか、え、下になんかある？ねえ、ちょっと、ここってなんだか怪しくない？それ砦って、待って待って待って、違う、潜る潜る、え、それを何、どうすればいいの？いや、って水中やけんさ、え、水中やけん、爆弾っていうのも違うよね。違うよね。ね、使えんよね。うん、使えんよ。なんだ、どうすればいいんだ。ヒレ飛ばした。なんなんやろう。なんとなく、カモメが集まっとるところには何かがあるのではないかと。す。ほら、あそこあそこ。ん、なんか、岩に囲まれてるのか、あの場所は。ずっと水面に浮いといていただきたいんやけど。ここここここ。びっくりした。やめてや。すごいゾワッとするんやけど。ミカウ、この辺で金色の魚見かけなかった？金色の魚はこの辺りのことよく知っているから、この先のとんがり岩まで案内してもらおうと思ったんだけど。あの変な霧さえなければ、僕だって金色の魚に頼ったりしないんだけれどね。金色の魚？なんか、至るところに出てくるのやめてよ、君。金色の魚。ああ！
待って待って、ここはどこ？え、ここどこ？待って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 、どこここ？ん？グレートベイの海岸。え、なに？ワープ？ねえ、ワープした？そこのトンガリ岩の先にある海蛇の住んでる。ん？ワープの脇じゃないんか、別に。そこのトンガリ岩の先にある海蛇の住んでる穴のところで、海賊が蛇に襲われたらしいんだ。なんでもその時に何か大切なものを落としたらしいんだけど。な、みかんも気になるだろ？邪魔な霧に戻されなきゃ見に行けるんだけどね。金色の魚、どこ行ったんだろう？金色の魚。なんか、看板立っとるよ。待って。この先トンガリーは、霧と海蛇に注意。金色の魚。金色の魚。おい。ちょっと、こんなところまで戻されたんですけど。やめてよ。もしかしてあれじゃない？金色の魚、捕まっとるとかやない？びっくりしたー。そっか。敵出てくるんよね。捕まっとるとかやないん、あの漁師さんに。え、こっちやった？左側か？ねえ、金色の魚知らん？悪いけどお前に分けてやる魚はないよ。これは？ちょいと待ってね。早く海が元通りになってくれないと、ゾーラ族も俺様も表紙になっちまうぜ。これこれ。あ、喋れる。助けて。早くトンガリ岩の海に返して。その魚に興味あるのか？魚、これは魚なのね。タツノオトシゴじゃないのか。タツノオトシゴは魚なの。珍しい魚だろう。そいつはタツノオトシゴって言うんだ。なんかめちゃくちゃ頭光ってない？目の前の海のトンガリ岩のあたりでうろうろしているところを捕まえたんだけどな。珍しいからもうじき始まる街のカーニバルで売ろうと思ってよ。欲しいなら譲ってやってもいいぜ。まあ条件次第だけどな。お前、女海賊の写し絵を持ってないか？女海賊の写し、写真？持ってないよ。持ってないって。なんだ、やっぱり持ってないか。いや、俺も女海賊の写し絵を持っているには持っているんだが、いまいちピンボケでさ、肝心のお顔がね、よく見えないわけよ。でもお金って言われるよりは全然いいね。え、わからない？え、なるほど、それを取ってくれば、その魚を解放してくれるわけね。ってことはやっぱりあの、砦を攻略しないといけないんじゃないですか？開いた。待って、私何したの今。私は今、これどうやってやるん？ちょっと待って、自分で動かしないけどさ、何それ、キックができるの？わからん。あ、入り口は一つ、正解は一つってこと？一番最初になんか、正解したか、私。おー、なんか浮き寄る途中で、A ボタンを押したら、なんかキックできる。何それ、初めて知ったんだけど。やったー、入れたー。ここ、海賊の砦。お、入った、入った。でも、海賊、歓迎してくれんみたいなこと言ったけんさ。なんか、見つかっちゃいかんみたいなあるんかな。おー。こいつらの写真を撮ればいいってこと？写真ってどうやって撮るんやった？あ、そっか。まずカメラをセットせんといかんのか。写し絵の箱。
え、これゼロって書いてるけどさ。別にフィルムとか、え、必要ないよね。もう顔がぼやけとるだの、なんだのってよってけんさ。なんか、もっと間近で撮らんといかんのかな。こっちの方に近づいてきた時にバシャッと撮るか。目の前通っていきよったよね。どう？この辺り？こんな感じ。撮る。全然ぼやけ撮るようにしか見えんけど。ちょっと待って、もう一回や、もう一回やるね。もうちょい近くまで来る。この辺まで来る？あ、これならどう？まあ、私的には顔全く見えんけど。あ、でもこの辺まで来るな。この辺で撮ればいいか。ちょっと待って、もう一回チャレンジするね。逆逆。はい。どう？やっぱりいまいち私的には顔よくわからんけど。でも、はっきり映っとんやない、きっと。持っていこう、持っていこう。これでいいんかどうかは知らんけど。ねえねえ、映してきたけど。早く海が元通り。いや、いいんよ、それは。そう、もう一回調べんといかんってことか？女海賊の写し絵。これどうすか？おお、それそれ。その写し絵を待ってたんだよ。なんだよ、お前。よくわかってるじゃないか。それ、俺にくれるよな。あ、大丈夫やったんや、あれで。代わりにこれやるから。やったー、タツノオトシゴを手に入れた。早く住んでいてトンガリ岩に戻してあげよう。ありがとう。早く私をトンガリ岩の近くまで連れてって。連れてってあげるよ。え、どう？満足した？それで。写し絵はさ、カラーよりセピアの方が情緒があっていいよな。お前からもらった写し絵、俺の宝にするよ。よかった。中心にすら写ってなかったんやけど。ね、なんかすごい、位置もずれとったし、ぼやけとったけど。あれでいいんすね。いや、ぼやけてはないんかな。昔のゲームやけんさ、全く画質は良くないんやけどな。まあでもこの世界の住人的には、あれが、きっちり見えるみたいなんで。まあ満足してくれたんならいいや。トンガリ岩の近くって言ったけどさ、なんか、話しよったのはこの辺りやったよね。金色の魚がどうちゃらこうちゃら、あ、おったおった。唐突に現れるんだな。水中から見てても唐突なんやな。そこのトンガリ岩の、あ、違う違う違う。金色の魚ここにいる。ちょっと待って。セットしとくか。んで？トンガリ岩の方に行かんといかんのかな？で、どうするの？全然、話せそうにないんやけど。あれ？なんかさっきより、いや違うな。え？どうすればいいんすか？もしかして。いや、関係ないな、別に。水中でなら使えるとかも別に。ないよな。あ、あった。どう？え、でかっ。え、びっくり。え、あの漁師さんが捕まえた時にもこの大きさやったんかな？アイナさん。不思議な力を持っているあなたにお願いがあります。
どうか私の後についてきてください。待って。あれか。ちょ、待って、早いって。早速迷子になるんでやめてください。この先、ウミヘビ出現地帯、霧発生中、注意してください。はい。危険、霧発生中。全部一緒かな。あなたちゃんと止まってくれるんだね。優しい。かわいい魚いっぱいおる。ね、なんか金色の魚を探しよる人がおったけど、人というかゾーラ。あの子には教えてあげなくてよかったのかい？このトンガリ岩の縦穴には、それはもう恐ろしい海蛇がたくさんいて、私の友達が捕まっているのです。海蛇に？アイラさん、どうか海蛇たちをすべて倒して、私の友達を助けてください。おー、なるほど。頑張ります。あ、ここ？なにこれ？戻ってこれるん？こんなん。え、こ、え？なに？ね、今のじゃないの？敵。え、違くてさ。え、ほら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 、これやろ、敵。え、なに？どういう状態？あれはどう、何をどうすればいいんやろ。とりあえず、ここもか。ほい。どう攻撃すればいいんだろうな。ねえ、ちょっと、ちょっと。情報はないの？ディープパイソンよ。うまく近づいて痺れさせるのよ。しくじったらやられるからね。痺れさせる？どうやって？なんかある？ハートだな。あっちにもいるな。何をどうするんだ？痺れさせる？とは。うまく近づいて。あ、そこになんかあるね。何あれ。これこれこれ。なんかあれ使えるんやない？あれ？なんか入れないの？え？なんか段差があるとか？え？そういうわけでもないの？こっから先入れんのや。え？じゃあどうすればいいんだい？ひぃ。待って待って待って。え、どうやって攻撃するのあれ。体の部分じゃないと攻撃が効かんとか。なんか頭硬そうやしな。でも浮いた状態で、地面に足がついてないとパンチできんのよね。なんだ、どうすればいいんだ。あ。ねえ、当たらないんですけど。当たらないんですけど。あ、当たった。え、今当たったよ、なんか。は。上を、そっか、私が方向、できるんか。やったー、やっつけたよー。なるほど、こういう感じ。やっつけたら入っていけるんやね。あ、なんか宝箱ある。なになになに？あ、違う違う違う。潜らせて。やったー、赤いルピーを手に入れた。20ルピーだ、意外と嬉しい。え、でも、ルピーいっぱいの場合はさ、私、ルピーをそんな大量に、
持ち歩けるようなさ、お財布を持ってないんですが。あれ？他の奴らってさ、浮いた状態で攻撃できんかったら結局さ、途中の横穴におる奴らやっつけれんくない？はぁ、あ。いいね。これであれやろ？ 2 回分攻撃したら。おー。コツをつかめばあっという間にやっつけれるぜ。あ、で、これなんなん？これ。何これ？え？何？取れないんですけど。これ何？これって、ゾーラの卵じゃない？なんとか持っていけないかしら。ゾーラの卵？全然つかめないんですけど。何？どうすればいいの？え？瓶に入れるとか。うわ、入った。空き瓶万能すぎん、この世界の。ゾーラの卵を瓶に詰めた。少し元気がないようだ。早く誰かに見てもらおう。ほうほう。早く誰かに見てもらおう。でさ、途中の横穴のところはなんか足場があったりとかするんかな？じゃないと無理よね。パンチを繰り出せるような。うえー、びっくりー。あ、折りたてた。折りたてたよ。やったー。待って。はあ。はあ。よしよしよし。めっちゃ近いけど。頭じゃないといかんのかな。はあ。よしよしよし。あ、違う、そっちじゃない。こっちです。ここは壺。ハートか。それぞれなんか持ってるものが違うんだな。あ、あっち側もか。何匹いるの？何匹おるとかそういう話したっけ？いいよ。うわぁ。なんか微妙にこの、ね、立てる場所があるんよね。はぁ、あ。別に頭じゃなくても良さげか。いけ。ギリギリ。あ、やったー。イェーイ。うっとっとっと、違う違う違う。あ、宝箱ある。イェーイ。すべて倒してくださいとしか言われてないんかな。ルピー、赤いルピーを手に入れた。20ルピー。イェーイ。で、あっち側の穴はもういけたんよね。とりあえずあれか。穴同士、対になってあるってことかな。次はここか？浮き上がりたい。うい、出てきた。よし。お、また卵あるよ。待って、もう瓶あったっけ？あれ、私まだ瓶持ってた？一個だけじゃないんや、卵。待って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 。危険危険危険。卵。待って待って待って。あ、いやー、もうないよ、空き瓶、私。
とりあえずやっつけるだけやっつけといて、後から回収しに来る。あ、あそこにも卵がある。え、あと2つあるってことか。は、全部ね、3つあるってこと。お、でもおお、あ、君が仲間、卵が仲間なわけじゃないんやね。これで全部やね。オッケー、よかったね仲間。ね、ちゅうちゅうちゅう、話させてくれ。ありがとうアイナさん、心ばかりの感謝の印です。おお、ハートのかけら、かけら4個で器が完成。体力の限界がアップした。イエーイ。